椅子に座っている時間が長ければ長いほど死亡率が高くなるという、データが出てるんですね。こんにちは、矢野慶三です。コーンスマイチャンネルへようこそ。今日はですね、デスクワークで気をつけたい椅子の話ということをしたいと思います。現在ですね、多くの人がリモートワークや在宅勤務なんかで、どちらかというと椅子に座る時間が圧倒的に増えた人が多いんじゃないでしょうか。例えば職場に行くとですね、ずっと椅子に座っているっていうよりか、立ち歩いていろんなことに動いたりしていたことがあるかも分かりませんが、例えば自宅なんかこもったり、ある場所にこもってると気がついたら何時間も座ってたみたいなことがあるんじゃないかというふうに思います。実はですね、この椅子なんですが、すごく実は気をつけておかないといけないことがあります。まずですね、知っておいていただきたい話をするんですけども、日本人というのはですね、椅子に座っている時間というのは世界平均がだいたい5時間に対して日本は7時間、アメリカなどでは4時間と言われててですね、この日本では椅子に座っている時間が圧倒的に多くて、実は世界一だと言われているんですね。で、ここでですね、すごい大切な話するんですけども、実はこの椅子に座っている時間が長ければ長いほど死亡率が高くなるという、データが出てるんですね。これオーストラリアの研究機関が出しているデータなんですけども、椅子に4時間未満しか座らない人に比べて8時間から11時間だったら 15% 以上、11時間以上だったら 40% 以上というふうに言われています。例えば昔の漫画家とかですね、例えば手塚治虫さんにしても藤子不二雄さんの F さんの方にしても かなり早く亡くなってますが、一日中家に椅子にですね座っているというふうな生き方をしていたんじゃないかなと思うんですけども、この椅子っていうのがですね、それだけ人の死亡率につながっているということを知った上で、この椅子とどう付き合うかということは大切かなと思います。あとはですね、皆さんどっかここかで聞いたことあると思うんですが、長時間、飛行機に乗っているとですね、エコノミー症候群というもので、それで亡くなってしまうケースがあるというのも聞いたことあると思うんですが、それぐらい椅子にずっと座り続けるということが、どれだけリスクがあるかということをですね、今回この椅子についてたくさん知っておいていただいたらいいなと思ったので、この動画を撮ってます。じゃあですね、具体的にどんなことに注意すればいいかということも含めて今日はお伝えしようと思いますので、最後までご覧ください。でよかったらこの時点で、チャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いいたします。ではですね、この動画シリーズ初めて見る方もいるかも分かりませんので、手短に私の自己紹介させていただきますが、私は一級建築士として、住む人が幸せになる家というものを提唱しています。例えば、お施主様にはですね、これはベストセラー作家の本田健さんのセンターだったり、それ以外にはですね、木造住宅のデザインした住宅とか、あとはこの十数年でですね、国内で4冊、海外で10冊の本を出させていただいたりとかしています。ではですね、ここから話に戻りたいんですけども、なぜ椅子に座るといけないのか、何がいけないのかなんですけども、これはですね、整体師の人にも聞いたんですが、人間の体は長時間椅子に座るように体ができていないらしいんですね。基本的に人っていうのは立った状態か寝ている状態のどちらかが体に合ってて、座っている状態っていうもの自体が基本的に長居するような状態じゃないようなんですね。ですからそこのことをまず知っておかないといけないんじゃないかなというふうに思います。そしてあとはですね、パソコンを見る時のこう猫背になる、こう猫背になってこうやる猫背になる具合も、実はすごくその体にとって、悪さを及ぼしているということなんです。ではですね、こういった、原因が分かったら、じゃあどうしていけばいいのかという話なんですけども、一つ最近増えてきているのはこれなんですけど、スタンディングテーブルというやつなんですね。例えばこれはですね、ある企業の、一風景ですけども、座って業務をするのを禁止にした会社があったりするぐらいなんですけども、この立った状態でパソコンに向く、そしてですから立つ状態っていうのは人にとって自然な状態なので、その状態であとはですね、猫背にならないような目線で仕事をするっていうのも、実はすごく大切だという話なんですね。そうすると
ずっと座って仕事してた人が立って仕事するってどれだけ疲れるんだろうというふうに思うかも分かりませんが、私も立って仕事をする時がありますけども、立ちながら仕事をすると確かに姿勢が良くなったりしますし、なんで言うのかな、ずっと座りっぱなしで一つの体の状態を作らないので、若干その辺でですね、自分の体の、まあ、なんだろう、こう、状態が、はっきり分かりやすいっていうこともあったりすると思うんですね。ですから、こういったようにですね、このスタンディングテーブルみたいなものも、使うとかいうのもポイントで、要するに何が言いたいかというと、ずっと座りっぱなしで作業しない環境をどう作れるかっていうことがポイントかなと思います。ですから、スタンディングテーブルと椅子に座るテーブル両方確保できるようであれば、その両方を確保したり、あとは最近デスク自体がですね、高さがスタンディングテーブルの高さまで上がったり、座った高さまで下げれるようなデスクもあったりするので、そういったデスクを使うのも一つだと思います。次にですね、もう一つ問題になってた猫背対策なんですけども、この猫背対策どうすればいいか、これはですね、これは、富士通さんのホームページからちょっと借りてきた分ですけども、基本的にどういう姿勢で、デスクワークをすればいいかということで、肘の高さとこの机の高さを同じぐらいにするということと、あと目線はですね、ほんの少し下を向くぐらい、私からするとこれもう少し上の方がいいんですが、まっすぐよりか少し下を見るぐらいの高さで、まあ、例えばモニターを見るぐらいの高さが猫背に一番なりにくいんですね。ですからそういった意味で言うと、ポイントとしてはですね、目線が、画面よりか少し下行くぐらいで設定できるっていうふうに、まあ、していただきたいんです。ただですね、この時は、多分ノートパソコンだと非常に難しいという感じになると思うんですよね。でそこで、最近よく出てるのがこの、スタンディングをしてくれるやつですよね。でこれはですね、例えば私もここパソコン置いてますけど、これぐらいの角度になってモニターがこういう角度で見れるぐらいになると、多分目線をちょっと下向けるぐらいで見れるんですよね。ですから例えばそういう工夫を、こういうスタンディングをさせるようなものを入れてですね、やることも大切です。ですからこれはですね、まずやってみる、大体ですね1000円から2、3000円ぐらいでこういうスタンドがあるようなので、取り入れるのも一つですし、私はよくやってるのはこのパソコンのここの、ところにですね、本とか置いて、まあ、傾けながら、作業したりすることもありますけども、そういうのも多分一つだと思います。ですから、目線が下にならないように、猫背にならないように、まあ、気をつけるということをぜひねやっていただけたらなと思います。ではですね、ここから、椅子の話に入っていこうと思います。まあ、椅子どちらの椅子がいいかって話なんですけども、居心地のいい椅子と居心地の悪い椅子、まあこういうふうに言うと居心地のいい椅子の方がいいんじゃないかと思いがちなんですが、意外とそうでもないということをこれからお伝えしたいと思います。まずですね、どういうことかというと、この居心地のいい椅子のメリットとデメリットをお伝えしましょう。まずメリットはですね、腰が痛くならないということとか、疲れにくい、さすがに居心地のいい椅子なので、そういったところがメリットになってきます。ただですね、デメリットは何かというと、先ほど言ったように長時間座ってしまうということなんですね。ですから気がついたら 2,3 時間平気で座ってしまうということがあるので、それが、実は長時間椅子に座ってしまう原因にもなるので、そこがデメリットになりやすいということと、居心地のいい椅子は最低 5,6 万から十数万とか 2,30 万の椅子ということで、値段としても高価になりやすいので、まあ、その辺が、ある意味デメリットだというふうに思います。それに対して居心地の悪い椅子のメリットとデメリットもお伝えしようと思うんですけども、メリットはですね、これは逆手にとって聞こえるかも分かりませんが、ずっと座ってると疲れるので、たびたび立ち上がるということをするので、ずっと座り続けることが難しいという意味ではすごくメリットがあるわけです。そして値段にしてもですね、数千円から数万円前半ぐらいで手に入る椅子も多いので、そういう形で、まあ、安価に手に入りやすいということもあるということですね。で逆に、デメリットは、いい椅子と反対で、腰に負担がかかりやすくなったり、お尻が痛くなるということで、そっち側に意識がいって仕事に集中ができないなって感じる人の場合は、あまりこの安い椅子じゃない方がいいかも分かりません。ですから、
その辺自分の体調とか感覚に合わせて、居心地のいい椅子の方がいいのか、それとも居心地が悪い椅子の方がいいのかっていう使い分けをしてもらえたらなと思います。でね、ここで共通してる話は何かというと、ポイントは長時間座り続けないための工夫を入れなきゃいけないということなんですね。安価の椅子の場合は強制的に立ち上がって長時間座り続けることができないっていうふうにしてできるんですけども、居心地のいい椅子の場合は本当に気がついたら何時間も座ってしまうので、例えばそういった時にどうすることができるかというと、例えばですね、アラームで1時間ごとに知らせをして、それがリリリンってなったらですね、おっとって思いながら、トイレに立つとか、お茶を飲みに行くとか、ちょっと背伸びをして、外の空気を吸いに行くとかいうふうにして気分転換をするというふうに、していただくといいんじゃないかなと思います。とにかくポイントは1時間に1度は立ち上がる工夫をあなたなりにするということなんですね。ですから、椅子の使い方とかですねってことも含めて、習慣的に1時間に1回立ち上がるということを、意識するようにしてみてください。ということでですね、今日の話そろそろ終わろうと思うんですが、まず共感いただけたら、この話良かった友人の方にもですね、動画をシェアしていただけたら嬉しく思います。はい、ということで、最後になりますが、チャンネル登録とグッドボタンの方もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、今日の幸運住まいチャンネル、これで終わろうと思います。ありがとうございました。